小林製薬は製造した紅麹原料を使っている企業の数が今後増えていく可能性があると認めました。小林製薬は販売した紅麹原料を入手した企業数を合計173社と公表していますが、昨日の会見でこれらの先にも原料を使っている企業があるという認識を示しました。 の全容の解明には至っておりません。企業数につきましては、あ。の。他にもあるという風に思っております。また、帝国データバンクは公表された企業の取引先などを分析した結果、問題となっている。紅麹由来の製品の仕入れや販売など何らかの関連がある。企業の数は？ 最大でおよそ3万3000社に上る可能性があると指摘しました。